はい、え、私が喋るのか。そうか、マグナットカフェです。現代演劇レトロスペクティブという企画がありまして、公演を行います。私たちは、小鳥怪人さんが終わったその1ヶ月後ぐらいですね、12月の22日から24日まで、アイボールさんで、小鳥怪人さんと僕らもまたアイボールさんでやります。12月22日土曜日、18時半から、23日日曜日13時と17時から24日に、月祝の11時と15時の5公演でございます。で、22日土曜日18時半の公演終わりに、シアタートークということで、もともとそのノラマップさんの、劇団、夢の遊民者さんの最初の方から演出助手とか、まあ、音響系のデザインをやってらっしゃった高津さんという方に来ていただいて、一緒にお話をしようという会でございます。アイホールでやっています。で、料金が、前売り一般が2800円の当日一般が3300円で、22歳以下割引として、前売り当日とも2500円でやっております。そんなもんかな、言わなあかんことは。で、あと見どころとしては、なんだろうな、まず野田秀樹さんの初期の作品です。いわゆるノアマップ以前の、劇団夢の遊民者自体のさらに初期の方の作品でして、もう関西ではほぼやられてないんですね。昔1984年に芦屋京都ぐらいしかやられてなくて、多分見てる人はほぼいないと思うんですけど、これがいわゆる、第27回の岸田國士戯曲賞を取った作品です。野田マップさんになってからはちょっと分かりやすくなってるんですけど、もうちょっとその そやなというか、ちょっと分かりにくいかもしれないけれど、その分より濃い野田秀樹さんの作品となってますんで、それを僕らマグナットカフェが、まあ、現代にどうやってやっていくかというところなんですけど、まあ見やすくできたらいいなと、まずはそれをご紹介できたらいいなとは思ってますんで、ぜひよろしければ来ていただけると思います。野田秀樹がやってる役を一ノ瀬さんがやります。それは誰かは分かんないですけど、分かると思うけどという感じです。頑張ってください。